今度は上半身の使い方、そしてストレッチ強化でトレーニングを、教えていきたいと思います。下から上に引く、下半身が大事になってきます。股関節がしっかり動かないと下半身の強化、そして下半身の柔軟性、右の股関節が左に行くかどうか、ピッチングのフィニッシュと一緒で引いたものを返す、このディスクではチーム内はもちろん、家庭、家の中でも簡単にできるトレーニング、そしてスピードアップ、コントロールを良くするためのトレーニングを紹介していきたいと思います。まずは下半身のトレーニングを紹介したいと思います。やはりキャッチボールだけではなく、バッティングもそうですけど、下半身が大事になってきます。その中で股関節がしっかり動かないとうまく下半身は使えないと思います。下半身の強化、そして下半身の柔軟性、この股関節を動かすということで、しっかりとこのボールを使い、大きさは大きくてもいいですし小さくてもいいです。やりやすい方でいいと思います。このクッションを使いながら、この柔軟性もしっかりと強化、そして柔軟もできると思います。そして、大事なのが、ここの右の股関節が左に行くかどうか、柔軟、柔らかさを持てるかどうかっていうところで、やはりピッチャー、バッティングもですけど、この股関節がしっかり動かないと速い球も投げれませんし、遠くへ飛ばせれない、そういう役目がこの股関節だと思います。その中で動かすトレーニング、柔軟ですね、左の股関節に右の股関節をぶつけるぐらいの気持ちで動かすようにしてください。左へのトレーニングと逆もバランス取るために必要となります。はい、それでは今度は上半身の使い方、そしてストレッチ強化というトレーニングを、こういうふうに、ゴムをかけてもらって、最初に手のひらを下から上に引く、ここで肩甲骨はしっかりと前に出しながら引く、姿勢もしっかりとした姿勢をとる、で意識は
この肩甲骨の後ろの部分をですね、しっかりと前、しっかりと引く。これを回数を決めてやることによって強化と柔軟性もできる。その逆のパターンで今度は手のひらを上から下に引く、上から下に引く。これも続けて10回、20回、30回、これは個人で数は決めてください。そして最後にピッチングのフィニッシュと一緒で引いたものを今度返す、引いたものを肩甲骨から返す。これは最後のピッチングで、このピッチングというのはこうじゃないですから、やっぱりこういうイメージ、そのイメージを持ってこう返す、うまくリズムよくこう返す。